どうしよう。通信回線、3つ目契約しちゃった。大丈夫かな？大丈夫なんです。はい、というわけでどうも、カイチャンレイでございます。私ですね、携帯普段2台持ちで、1つ、2つと2回線、契約しております。ただ今回ですね、分け合って3つ目、通信回線契約してしまいました。心配されるのが通信費ですよね。まあ皆さんもね、一つ契約してるんだけど毎月1万ぐらい飛んでいくとかね、そういう方も大勢いらっしゃるかと思うんですけども、私ですね、なんと今現在たったの1000円なんですよね。だから1年間使ってもね、1万2000円固定費ね。ほんで1万円の人がね、1年間使うと12万円ですよ。その差額108000円。まあまあなね、スマホ買えるよね、10万8000円であったらね。ラーメンもね、1000円の豪華なやつね、1000杯ぐらい食べれるし、1000杯は嘘か、100杯だ、100杯ぐらいね、まあまあ豪華なラーメンも食べれてしまう。やばいよね。格安シムを使うだけでそれだけの差が出てきてしまう。ほんで今回ですね、ほぼ 2.0 ね、それを追加することによって、いやまた、おカズさん固定費上がるやんみたいな、契約したらいくらになるのって。実はですね、ほぼ 2.0 月々の基本料なんと0円です。0円。実は必要な時にオラを使ってくれみたいな、そういうトッピング体制の使い方をできるっていうのがポボ 2.0 なんです。まあ、ちなみにですね、この格安 SIM 使ってる方、多分ね、うちの視聴者だとわりかし多めだと思うんですけども、それでも3分の1から半分ぐらいだと思われます。使ってますか皆さん。まあその格安 SIM に抱くイメージとして、まあ自分ちなみにね、結構使ってきてる。なんなら今まで大手キャリア全部使ったことあるし、加賀シムもね、3つ4つぐらい使ったことがあるんですよね。だから知ってます。はい、わかりますよ。速度制限きついとかね、ありますよね。確かにきついです。12時台とかえぐいよね。本当にメール受信がギリなレベルとかね、ウェブページ全然開かんやとかあるあるだよね。そんで何、1ギガ宣言、3ギガ宣言、もうすぐ使い切っちゃったわ。あるあるですよね。まあ、だから安いんです。ただですね、今回のポボ 2.0、 大手キャリアが作ったサブブランドみたいなやつ、これね、またね、全然違うんですよ。例えば12時台ね、まあ、速度制限きついじゃないですかね。もう 0.5 メガとかね、 0.3 メガぐらいしか出ないんだけど、あるあるじゃないですか。なんとね、まあまあスピード出ます。これ私いろんなの試してるんですけど、まあまあこれスピード出るんですよね。あれ本家ぐらい出ないかってぐらいね、早いこともね結構あるんですよ。そんでね、3ギガとか1ギガ制限なんかもね、もちろんあるあるなんですけども、今回それにね、全てに対応したのがポボ 2.0 なんです。というわけで画面見せた方がいいと思うので、こちらです。ドーンと、はい、こちらがね、ポボの管理画面ですね。というわけでこんな感じで、データトッピングということで、あなたのご利用環境に応じたものを選んでトッピングしてくださいねという感じになってます。まあ、ちなみに私の場合だと、もう家にいることがほとんどなので、この中で、データ追加 3GB、990円。で、こと足りることがめちゃめちゃ多いです。3ギガでね、全然足りるんですよ。でもそれじゃ足りないっていう方もいらっしゃるでしょ。だったらその横の 20GB ね、2700円っていうプランもあったり、いやいや全然足りないわ、 60GB、 150GB っていう。しかもこれだとね、90日間で60ギガみたいな。ほんで180日間、よく半年ぐらいだよね。半年間で150ギガバイトみたいな、それがポボ 2.0 なんですね。ほんで電話トッピングに対しても5分かけ放題とか通話かけ放題みたいなプランなんかも選べるようになっております。そんでね、私が一番注目してるのがこれです。データ使い放題24時間ってやつ、金額330円。まあもちろんネットワークの混雑時、動画クラウドゲームなどの利用時に制限する場合がありますとはあるんですけども、いや全然使い勝手がね良かったんだって。ほんでね、もうこれめちゃめちゃ簡単よ。ちなみにもう今ね、 Wi-Fi もオフにしました。はい、購入、上から下に表示が更新されます。ほんで使い出すと今ね、0GB ってなってるんで、ね、今いくよ、下に下げるよ、えい、データ使い放題中ということで、ついに私は無限の力を手にしてしまいました。では行きましょう。ちなみに今時間はね、10時28分、まだねそんな混んでない時間だとは思うんだけども、はい、もうめちゃめちゃ早くなりました。えい、はい、というわけでこんな感じで、っていうかめっちゃスピード出るな今日。田舎だと特にスピード出やすいのかな、めっちゃ出るやん。
はい、というわけで、今現在だとダウンロード35、アップ2ということで、はい、もう正直にやっていこうと思うんですけども、まあ、時間と場所によってもちろん速度なんかはね結構変わってくるんですけど、これどういう時にね私使うのかというと、出張とか旅行の時なんですよ。いや、あの出張旅行の時って Wi-Fi なかなかつなげなくてさ、ほんで、まあ、電車の中とかさ、ね、あの空港の待合のところでこうねやってる時に、いや速度遅えなーとかさ、ね、あーもう今月の金が使い切りそうみたいな、いろいろあるじゃん。そういう時にこれなんでいいのかというとさ、出張とか旅行って毎月行くわけでもなく、下手すると数ヶ月に1回しかね、あの行かないこともあったりするんだよね。だからそのためにわざわざね、なんかでっかいプランを契約しておくってすごいもったいないじゃん。でもポポ 2.0 は必要に応じてこんな感じで使うことができるんですよ。なんでしょう、都合のいいやつです。都合のいいやつなんですこいつ。さあ、というわけでちょっとお話しすると、先月ねちょっと大阪の方に家族で行ってきてたんですけども、電車の中の方でオンにさせていただきました。ほんでもう昔はよく早い車の中とか電車の中だともう電波は繋がないとか言われましたけど、そんなことないですね。こんな感じで、普通に繋がって速度もある程度出てます。ほんでつい先日ですね、福岡とか佐賀の方にも行ってたんですけども、そちらの方でも速度を見てみました。はい、58.8メガ。ほんでね、これだけスピード出るとね、もうテーマパークなんかですげえ便利だったんだけど、テーマパークってさ、なんかアプリとかいろいろあるじゃん、攻略するためのさね。それをね、あの気兼ねなく普通の通信網を使って Wi-Fi 繋がずに気軽にダウンロードできちゃう。100メガぐらいやってもね結構早いんだって。ほんで他にもよ、テザリングもこれね OK なんですよ。テザリングだからこの1台だけで、なんならこっちの方にもテザリングで繋いだり、タブレットや PC なんかにも繋ぐことができましてですね、はい、こんな感じでテザリングさせていただきました。まあ、テザリングするとちょっとだけ速度は落ちたんですけども、あのネットサーフィンとかしてる分には何ら問題なくね。ほんで時間帯によってはもうちょっとスピードが出ることもございますので、ちなみにこんな感じで7ギガ使ってました。先日の出張でデータ送信機めちゃめちゃ使わせていただきました。たった1日か2日でね。めちゃくちゃ使い倒させていただきました。しかもそれでよ、料金なんと330円です。これはね本当に使い勝手のいいSIM見つけたわと。紙シム、もう私たちの場合だったらね、例えばね、あの生配信しながらみたいな、ただギガが心配とかね、そういう問題出てくるかもわからんけども、今回のやつ使うことでそこら辺がね解決できることもあるし、屋外でカフェでとかね、公園でリモートワークで会議とかするときなんかもね、テザリングして使ったりとかね、スマホでそのまま喋ったりなどもできるようになってる。いやこれはねいいよ本当に。ただいいことばかりではないので、ちゃんとね注意点もご紹介いたします。うな、ずっと0円でめちゃめちゃええやんみたいな、でも本当1年に1回しか使うかどうかなんだよなというご注意ください。こちらですね、半年間決済がもうゼロの状態ね、何も使わない状態になったりすると利用停止の可能性が出てくるので、そこはご注意ください。そんで電話に関してもですね、あの先ほどあのトッピング、はい、こちらにあるのは5分以内通話かけ放題とかこういうものがあるんですけども、これを使わなかったらね、一般的なね、この金額かかってくるので、こちらもご注意ください。そして大事なところですね、あの店舗に行って契約とかではなく、自分からですね、あのネットで申し込みして設定をする必要がございます。ただあのこちらに関してはねすごく簡単でさ、もうやってみるとわかるよ、めちゃめちゃ簡単です。ほんでね、チャットネットでのサポートなんかも結構ね丁寧にバーッと来るみたいなので、それ利用すればね多分誰もができるんじゃないのかなと思います。そんで留守電とか、あとね、海外のデータ通信、そちらなんかも対応しておりませんのでご注意ください。ほんでちなみに今現在のセキララな私の請求情報をねお見せいたしますと、今先ほど330円の契約やっちゃったので、今月は660円請求きます。2出張かましたので、ただ出張中に無限にデータ通信進化できるという安心感は捨てがたい、めちゃめちゃいい、そんでポポ 2.0 をメイン回線として使ってる方もいらっしゃると思うんですけども、それはそれで OK。 今からですね、私のおすすめを紹介いたしましょう。ほんで私の場合はキャリア2つで契約するといいんじゃないのかなと思ってます。ポポ 2.0 とほんで全く別のキャリアを契約するってのはいいんじゃねえのかなって思ってます。なぜなのかというと、通信ってもんはキャリアによってつながるつながらないっていう問題出てくるんですよね。ほん
で私の場合だと結構山奥行くケース多いんですよ。あのキャリアは通るけど、あのキャリアは全然繋がないってことがねめちゃくちゃある、これに関しては。だからキャリアを2つ持つことでそこら辺の何だろう保険をかけれるっていう安心感があるんですよ。いや山奥の方とか行ってさ、もうやべ全然連絡あいつ取れないんだけどっていう状態ができるかもわからんけども、私の場合だとほぼほぼ繋がる私には。ほんでまあこれプライベートなことでもね重要だし、仕事の時だとねマジでこの通信回線ってのがね命的なもんになるからさ、それでめちゃめちゃね何十万何百万で損することもあるからさ、マジで命だからこそ複数回線っていうのはね私みたいな人にはとても必要なんだと思う。ただ私みたいにねすごいケチな人ね、だから今現在はベースとして月々約1000円あるんだけども、それにポボ 2.0 を追加することによってね必要な時にトッピングして支払うっていう形がねぴったりなんですよね。間違いなくこのポボ 2.0 を継続してずっと使い続けるような気がします。ポボさんもう変えないでね、もうめちゃめちゃ気に入ってるから、あの都合のいい時めちゃめちゃ使わせてください。ちなみになんですけども、大手キャリアの方でねあの基本料金が0円ってなるとこの au のポボ 2.0 だけになります。他にもね実は0円のとこもあったりしたんですけども、それもねついに終了するということで、今ですね悩まれてる方は多いんじゃないでしょうか。いややっぱりねサブ回線として、まあメイン回線ももちろんなんだけど、サブ回線として基本料金0円をね今求めてる方めちゃめちゃ多いんだと思うんですけども、ポボ 2.0 いいと思います。何度も言うようにあのポポ 2.0 オンライン専用となりますので、その辺ちょっとご注意ください。ただやってみるとすごく簡単だと思うから、ぜひあの皆さんにもねチャレンジしていただきたいです。詳細はね概要欄の方にリンク貼り付けておきますので、もしよかったらチェックしてみてください。以上ポポ 2.0 のご紹介でした。